今回使うのはこういうものですね。これは結構重い木片です。で、手裏剣はこういった棒手裏剣ですね。で、あの上に乗っけるんですけども、結構不安定なんですよね、これ。それでこう。まあ、あんな風にヒットして、一番最初みたいにですね、下が倒れないで上だけ刺されば成功という風にしたいんですけど、これが難しいんですよね。やっぱり衝撃の伝わり方が変な感じで伝わるんで、どうなるかっていうとですね、ちょっとやってみた限りでは、木に刺さらないで木に当たって木が飛んで下が、そのまま立ってる場合があります、たまに。これ少ないです、すごく。ほとんど前倒れちゃいます。あとはせっかく木に刺さっても、畳表も倒れてしまうっていうケースがもう圧倒的に多いんで、40本ぐらい投げたんですけど、全部失敗ですね。これは当たって刺さりもしないし倒れちゃったって一番ダメな例ですね。暑いです、今日は。
私はこれで許してもらおうかな。今ね、ちょっと立ってましたよね。これで許してもらえないかな。次回はこういうのにします。これ重すぎて 880g あったんでね、これだったら軽いんで、こういうふうに立てといてですね、でやってみたいと思います。これは動画中で1個まっすぐ刺さったんだけど取れちゃった、惜しいやつですね。こんな感じで、はい、何グラムかはちょっと後で測りますけどもね、これならいけると思いますね。計量圏ならパンって簡単に